こんな線がいっぱいだけど、これは黒剣のせいなのでね。開けます。この開けるとこからやっていいんだろうか。はい、そしてアジニシンの話をちょっと読まないと。そしてモモロンさんのところまで読んだのかな。あ、いや、ネイコさんだね。ソーラン節も読んだね。うん、そしてモモロンさん、ニシンそばは有名ですね。そうだね、ニシンそば。そうだね、でも食べたことないや。京都に行ったらね、うん、京都でお仕事した後、うん、あのみんなでご飯食べるんだけど、うん、なんかご飯終わってから食べに行ったら、もうニシンそばのお店しか開いてなくって、うん、なんかニシンそばっていうのに慣れてなかったので、うん、友達っていうか一緒に行った同僚のこと、うん、どうするどうするって食べるものないねって言ってたんだけど、その時ニシンそばをさ食べてみればよかった。ニシンはじゃあ京都まで。立派です。ホールだった。あ、かわいいよ。なんかチューリップみたいなお花みたいな。手が込んでる。ポンちゃんお誕生日おめでとうって書いてあるよ。ポンちゃん、ハッピーバースデイポンちゃん、おめでとう。綺麗に映るかな、映るかな。よしよし。はい、すごいポンちゃん、嬉しいね。ポンちゃんどうもありがとう。すごい立派な。食べるの大変だぞ。ちょっともったいないです。うん、細川さん、私は北海道育ちですが、ニシンは小骨が多くて苦手でホッケ派でしたね。ホッケうまいんだよね。ただ、黒犬のホッケの知識は、北の家族しか知りません。北の家族、北の家族でなんかさ、こうホッケのなんとかをこう、長い尺子みたいなのでこう出すやつ、なんか居酒屋のものでしか知らない。なんか本場に行くとでっかいらしいっていうのは聞いたことがある。めいめいさん、アジは確かにあまり食べないです。サンマ、ニシン、鮭が多いから。鮭うまそうだね、北海道。そうなんだ、アジって食べられないんだ。うん、ね、まあ、またちょっと横道にそれるとですね、一時鮭のねフレークを、瓶詰めを作っている人だったな。なんかおじさんと知り合いになってですね、一時ちょっと仕事をしようみたいなことがあったんですけれども、その時に、いろんなところにあるその鮭の美味しいやつね、燻製をですね、たくさん集めてみんなで試食をしたのは、それはそれはうまかったですね。だんだんニシンから鮭の話になっちゃってますけどね。それからベビナイさん、磨きニシンはおせちにも使います。ニシンの生はイオンでも時々入ってます。そうなんだ。そうか、調理の仕方がね、ちょっとわからないね。あ、ちょっとこれ、ポンちゃんの方に持って行っていい？うん、はいはい、どうぞ。これはこれ、あ、うん、はいはい。これを取っといて、ポンちゃんおめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ponchan. Happy birthday to you. おめでとう。はい、おめでとう。おめでとう。寝てる。おやすみ。封しますよ、ポンちゃんの代わりにね。せーの。はい、おめでとう。はい、じゃんくん。おめでとう。おめでとう。これで電気つけてますか？おお、明るすぎる。このくらい？はい。じゃんくん8歳、ポンちゃん4歳でございます。はい、おめでとう。クロケンパパ、こんないいとこもらっちゃうからね。一口食べよう、うん、はい、手で取っていいよ。あ、先食べてください。おいしいとこ食べてください。じゃあポンのとこ食べちゃおう。あ、折れた。もう緩くなって
ちょっと時間がちゃんになりました。あとでね、大丈夫、だいぶこっちも落ちちゃったよ。このこれが可愛いよね、このイチゴが、うん、うん、おいしい、うまい、ふわふわしておいしそうだね。もう見せびらかして食べてる。うん、いただきます。おいしそうです。同じだね、これです。食べます。はい、ポンちゃんのお誕生日のおかげでパパとママがおいしい思いをしました。おいしい、食べられました。今プレミアライブ1分前です。このような形でスタートします。これ前もそうだったけど、この煽りみたいなのが2分前になるんだね。うん、始まるとこれが必ずある。全面にしようか。あ、全面にするとチャットが書けない。そういうことか。焼き芋食べながら拝見します。ケイミヤコさん、今さっきケーキ食べましたよ。うん、書かなきゃいけない。さ、15秒前。メッセージ送るとちょっと戻る、うん、戻るの、うん、同じところをまた言った今。
ジャック見てる。ジャックのお耳しか映ってないよ。ジャック。ジャック。ポンちゃんが夏美ちゃんだった頃だよ。ちゃんはお休み中です。さあどこに顔があるでしょう。なんとなくひげがあるからわかるかな。そうだね。